繰り返し要求します。クエイ TV、 質問に答えてください。これは一体何のつもりですか？答えるまでもなく一目瞭然だと思うし、負け犬を上から目線でなぶるほど恥知らずなことはないんだけどよ。負け犬？俺っちはてめえの尊敬する先輩方と違って、てめえを一個の人間として尊重してやんよ。対等に扱い、善意によってできる限り要望に応えてやる。皮肉なもんだよな、巣を司く。味方よりも敵である俺っちたちの方がてめえをまともに人間扱いしようってんだから。先輩方への侮辱は許しません。私のナイツの先輩方には確かに人間としてどうかと思う部分がたくさんあります。すぐ怠けますし、ふざけてばかりですし、私を赤ちゃんのように扱いますし、自分の都合や感情ばかり優先してちっとも周りのことを考えませんし、ひどい真似をしても反省しませんし、そのくせ常に自信満々で腹立たしいですし、私の言うことなんかいつも聞いてくれませんし。めちゃくちゃ言われてるわね、私たち。まあ甘んじて聞こう。いつもスーちゃんには俺たちのバカみたいな話を真面目に聞いてもらってるんだし、今度はこっちの番ってことだよね。ですが、そんな先輩方だからこそ良いのです。実際人間としてどうかと思うような先輩方だからこそ、私も王冠を得ただけで先輩方が急に心変わりをして従順に貸し付いてくれるとは思ってはいませんでした。大体先代の頃も先輩方は今と同じように傍若無人でした。私の言うことを聞いてくれないと言いましたが、基本的に先輩方は誰の話も聞きません。けれどそんな自分勝手な先輩たちを私の実力で屈服させてこそ意義があるのです。自我の強い反抗的な人間を足元に這いつくばらせてこそ楽しい。ではなく、そんな先輩方が私を信頼し尊重し、靴輪を並べて歩いてくれるからこそ意味があるのです。私が偉いからではなく、私が私であるからこそ命がけで尽くしてくれる。偉大なる周防本家の当主だからでなく、ナイツの王だからですらなく、私が私だから、そんなありのままの私を愛してくれたからです。私が欲しいのはそれです。今の私には何もかもが足りず、そんな理想の未来にはたどり着けていませんが、それはあくまでも私が至らないせいであって、先輩方には何の咎もないでしょうか。先ほどの発言を撤回してください、天城凛音先輩。いやー面白い面白い。単なる世界中どこにでもいる無個性な真面目ちゃんだと、構成世界仮説を信じちまってる哀れな子羊ちゃんだと思ってたんだけど、てめえも極まってんな。あるいは俺っちたちと同じように歪んでる。その若さで大したもんだ。ナイツの個人主義がいい具合に作用してるってことだ。そのまま道を誤たなけりゃ、てめえもきっといいアイドルになれる。ES が押し付けてくる型紙通りのアイドルじゃなく、誰かの心にピタッとはまって、そいつを癒し楽しませ幸せにできるような、昔俺が目指してたようなアイドルになれるかもな。まあそんな尊いてめえの未来は今まさに暗雲に閉ざされてるわけだけどよ。さすがにどんなバカにでもわかるっしょ。あえてこう言ってやんよ、チェックメイトだ。
ナイツ。綺麗に詰められて嬉しいぜ。てめえらナイツはこの SS 予選会において最も惨めな敗北者になる。どういうことやねん、リンネハン。わし、全く話が読めへんねやけど、なんでこない険悪な雰囲気になってんねん。ナイツとは同盟を結び、互いに不可侵を約束して、なるべく関わらんように過ごしてきたんとちゃうんか？敵対もしてへんし、一度も刃も交わしてへんやろ？それとも、わしがいない間に、ナイツとクレイジービーの間に何かあったんか？その点については、天城に代わって、ヒメルの方から謝罪しましょう。天城の思惑を知りながら調子を合わせ、大川を蚊帳の外に置いていたのですから、ヒメルたちも天城と同罪ですしね。え、思惑を知りながらって、僕は何も知らないっすけど。勝手に僕まで同罪にしないでほしいっす。無知は時には罪なのですよ、シーナ。特にあなたのように何も考えず理解する努力すら怠っているような場合には。そりゃ仕方ねえっしょ。ニキは基本的に飯のことしか考えられねえんだから。常に食い物を探してそれを胃袋に詰め込んでねえと死ぬんだよ。しかしまあ、何も知らないふりをするのも大変でしたよ。指令によって化粧ができなかったためにヒメルは表情を取り繕いづらくなっていましたしね。優れた審美眼を持つ者には内心を見抜かれそうでヒヤヒヤもしました。幸いなことに皆さんほぼヒメルには興味がなかったようなので安心しましたが、いつこちらの思惑を蹴取られるかと心配していました。何も知らずに正義を歌い、偉そうに大冗談から語りかけてくるあなた方が、あまりにも滑稽で、笑ってしまいそうだったことに気づかれなくてよかったです。